どうもイメムです。今回はキャラ編です。ニアまでの人間模様をまとめつつ考察していきます。キャラ編動画のお品書きはこんな感じでいきたいと思います。早速ですが皆さん、公式のキャラ紹介ページが大幅に更新されているのをご存知でしたか？外務省組、ラウンドロビン組が追加されただけでなく、刑事課1係のキャラ紹介も開出されてますんで、この動画見ながらでも公式ページも一緒に見ていただけると、今後のサイコパス作品をね、楽しんでいただけると思いますよ。はい、まずは公安局刑事課、新人監視官新藤新、24歳の期待のルーキーですね。特 A 級メンタリストとして、一般的な心理分析だけでなく、彼の個性へ拡張したメンタルトレースっていう能力を使って犯罪に挑んでいきます。ただひ弱な頭でっかちではなく、オープニングや2話で見せたようなパルクールができることから、身軽、運動能力もかなり高いと思われます。で、彼を語る上で外せないのはメンタルトレースでしょう。まあざっくり言うと、驚異的な共感能力を周辺情報、推理、統計などで他人の心理や行動をトレースできるレベルまで高めているスキルです。まあ要は他人に使えるメモリスクープですよ。はい、めっちゃわかりやすい。で、この個性、メリットデメリットがちゃんとあります。ではメリットから。本人がすでに個人化、同席していなくても現場状況を鮮明に把握することができます。したがって操作のテンポアップにつながりますよね。で、対してデメリット、条件さえ揃えば他人の心理行動をほぼ完璧にトレースできることから、逆にその精神状態に影響され、周りが見えなくなって行動してしまう。リックさんを助けようと海に飛び込もうとしてましたよね。それに土屋さんの転落現場まで行こうとして落ちかけましたよね。そう、だからこそストッパーとして K がいるわけです。そしてトレース中は明らかに色相が悪化しています。この状態がずっと続いてしまうと、悪化しっぱなしの恐れがありますよね。なんなら対象と同じ色相、犯罪係数からさらに悪化してしまう恐れすらあります。ただこれを逆転取れば、任意の対象の心理、行動、色相、犯罪係数をコピーすることもできるんじゃないでしょうか。つまり個性としてのメンタルトレースですが、使いようによっては免罪提出や例のヘルメットみたいに使えるんじゃないでしょうか。そう、他人を自分に投影するようなもんです。他人を同一化するとも言えますよね。あれ、そういえば同じことできる人たちいましたよね。そう、鴻上さんと茜ちゃんです。鴻上さんはマキシマへの憎しみと執念で追い続け、やがて自分の中にマキシマが現れました。茜ちゃんもマキシマを捕らえるため、鴻上さんを止めるために執念を燃やし、同じタバコを焚くことで鴻上さんが見えるようになりました。そう、誰でもできるとはこういうことなんです。彼らのように執念深く誰かを知り、追い続けることで、やがて自分の中にも対象像を作り出すことができる。二人とも周囲の言動から読み取る通り、メンタリストとしての素養がありました。そんな二人が執念深く追った結果、無自覚にメンタルトレースができていたということなんです。まあこんな可能性の秘められたメンタルトレースですが、ロープを握って自分を引き上げてくれる人間がいないと、深くまではトレースできません。話しかけたり、手を叩いたりと、音による刺激によって集中状態から我に返ってくる感じでしょうか。で、皆さんお気づきですよね。新たが深くまでトレースするときって、毎回年代物のプレイヤーからノイズを流してましたよね。多分あれって父である新藤敦さんの形見でしょう。で、あのノイズ、あれってノイズを雨の音として暗示をかけて、一種のゾーン状態に入っているんじゃないでしょうか。だから同じ音による刺激で現実に帰ってこれるんですよ。で、新たはよく寝ますよね。おそらく新たは不眠症持ちです。その原因は父親である敦さんの事件を考え続けているためでしょう。無意識にトレースしてしまうんじゃないでしょうか。そのため頭脳的、精神的にかなり疲労してしまうんでしょう。しかも父親のことがヤギ頭に見えているんですから、なおのこと謎ですよね。あ、私は今後の姿のことヤギ頭って呼称していきますので、ご理解ください。で、新たは不眠症気味です。それでも眠るため車の中で雨をしのいでいるんです。で、公式にも書いてあるんですが、過去の事件が原因で父親の車でしか眠れないそうです。そう、あれは無意識に集中状態に入らないための自衛手段だったわけですよ。メンタルトレースは新た一人では成立しません。真の意味のメンタルトレースは、新たと K の二人三脚で初めて成立するスキルなんです。作中では今のところ新たの重りみたいな役割が目立ちますが、彼がロープを引き上げてくれるという信頼があってこそのメンタルトレースなんですよ。で、あそこまでのスキルに昇華させているのは彼の頭脳です。事実ひょうひょうとして抜けているように見えてますけども、実は天才型だと思います。あれ、味方じゃなかったらマキシマン並ぶレベルの強敵だった可能性すらあるんですよ。はい、次、同じく新人監視官 K ミハイル・イグナトフ、24歳ですね。従軍経験があるロシアからの移民2世だそうです。彼は紛争地帯の出身だそうです。もしかしたら従軍経験以外にも少年兵として起用されていた過去があったのかもしれません。入国者枠として入局した可能性もあるらしいですが、監視官コースだと日本人でもかなりの高さのポイントを要求されますんで、新たと同じくこちらもかなり優秀なのは確かでしょう。まあ移民2世で監視官になれちゃったもんだから、いくらでポスト買ったんだって揶揄されてしまったわけですが、れっきとした実力であったことが証明されていきますね。元軍人がゆえに荒ごとんたけており、初対面の入江さんと天さんをおとなしくさせ、空港スタッフに言うこと聞かせるなど、命令を聞かせるスキルもありますよね。新たばかり注目されがちですけども、こいついるだけでチームの命令系統が正常化する、間違いなく組織に必要なタイプの人間です。そして24歳の若さにして既婚者です。奥さんはマイコ・マイヤ・ストロンスカヤ、奥さんもロシア人ですね。
K っていう和名があるのは彼が2世だかららしいですけども、舞子さんはロシア人です。新田と K は幼なじみということですので、おそらく新田と舞子さんは面識があると思われます。ただ気になるのは、2話で K にお茶を渡した時、舞子さん瞬きしてないんですよね。もしかしたらすでに奥さんは死んでいて、大友さんみたいにライフログか、大友さんっていうのは K2 のあの人ですが、サイボーグ化しているっていう可能性あるんじゃないでしょうか。オープニングでも映った時目閉じてますしね。すでに個人か全身擬態かなんかしてるっていうのはサイコパス世界ではちょっとない話ではなさそうですよね。で、 K が兄さんと呼んだ人物、これって新たが見ていた資料の中のツランド号銃撃事件の被害者なんじゃないでしょうか。被害者の中にはロシアから招待されていた乗船客もおりという記述があります。この事件を調査したいんじゃないでしょうか。新たが父親の事件の捜査のために監視官になったように、K はお兄さんの事件捜査のために監視官を目指したようです、私の直感ですが、これらの事件は全てどこかで関連してる気がします。まあそれだけなんですけどね。作中で移民に対して真摯に対応するのは彼の役割となってますよね。2世とはいえ同じ移民だからこその苦労を K も経験してきたんでしょう。こうしてみると移民が増えてきている状況で、同じ移民でサイコパスがクリアに保てている K は移民たちの良き理解者となり、移民サイドからの景色を私たちに伝えてくれる役割も担っているのです。そして続くは執行官たち。前作から引き続き登場の雛川くんですね。やはり茜ちゃん情報を流してたのは雛川くんでした。おかしいと思ったんですよね。いくら元監視官といえども交流中の身で、先日着任したばかりの監視官のパーソナルデータを入手できるわけないですよね。まあシオンさんかなって思ってたんですけども、雛川くんでした。で、前作よりもかなりハキハキ喋るようになってます。コミュ障めっちゃ改善されてますよね。今回は鴻上さんも出ますので、牧島と雛川くんが同じ場面にいるなんてこともあるかもしれませんね。で、やんちゃ親父2人組、まずは轟天馬、はい、我らがスネークです。デスストランディングもうちょっとで発売されますよね。で、彼は今55歳だそうです。一期の正岡さんと一個差ですね。彼の年齢的に正岡さんと違った目線でシビラ黎明期が描かれる可能性ありますよね。解説された内容によると、彼は実は政治家系の出身だそうです。つまり1話で新たなことボンボンとか言っときながら、自分も実はボンボンの出だということです。まあ潜在犯認定されてからは絶縁されてるらしいですけどね。うん、当然ですよね。身内に潜在犯がいるなんて政治家からならスキャンダルもいいとこです。で、2話の鴻上さんとの戦闘で膝踏まれてもう何とも言えない音鳴ってましたよね。あれ多分膝外されてます。でも安心してください。直後普通に立ってるところから見ると結構綺麗に外してくれたようです。容赦ないように見えて手心は加えてくれてたんですね、鴻上さん。いや優しい。で、1係の控え室、それぞれの個性がちょこちょこ出ててまとまりのない空間になってますね。っていうか今までの1係で一番自由じゃないでしょうか。こいつらって言っちゃった。正岡さんとどうしても比べてしまいますが、この人も味のあるおっさんキャラを貫いてほしいですね。そしてもう一人のやんちゃ親父、入江和道、年齢は32歳だそうです。スラム街の出身です。まあかがり君みたいなアウトロー系の出身ですよ。で、スラム街、廃棄区画がどんなとこかっていうと、一期で茜ちゃんと鴻上さんが茜ちゃんの友達のユキって子を助けにいた時の廃墟みたいな街のような場所です。そう、あんな感じのとこ出身なんですよ。やばいですね。ちなみにああいった場所にはサイマティックスキャンがなかったりするんで、結構最近まで潜在犯だけど施設入りしなかった可能性高いですね。で、それゆえに街の裏事情であったり、スラム落ちした人間からいろんな情報を聞いてたりするので、結構情報通なようです。1話で K を試そうとしていましたが、 K のナイスな対応によりすぐに K のことを認めたようですね。公式の紹介ページ曰く兄貴肌らしいので、新たや K をかばうシーンなんかもあるかもしれません。にしても見かけが悪すぎてね、ちょっと味方の面じゃないですよね。最後に如月真央さん、新生一係の高一点、国塚さんと同じくイケメン系女性です。で、26歳だそうです。いや、かっこいい。ちょっとぶっきらぼうな言動もすごくいい。しかも元スイミングアスリートだそうです。そりゃいい体になるわけですよね。足めっちゃ長くないですか。やばいっすよね。ただ怪しい点がある。覚えてますでしょうか、ドローン墜落事故の調査の折、あずさわ光一の名刺を隠しましたよね。つまりあの時点でリックさんとあずさわ光一の関係を一係に知られてはいけないと考えての行動だったのでしょう。したがって彼女はあずさわ、あるいはラウンドロビンのスパイである可能性があります。でなければあのシチュエーションでインスペクターの名刺を隠す理由がないんですよ。いいですね、かっこいい女性には秘密がよく似合います。さあ彼女は一体誰の味方なのか、いつ明かされるか首を長くして待ちましょう。そして統括監視官になったミカちゃん、今作では新田 K と同じ24歳になっています。もう新人時代の面影はなく、一発の管理職の面構えとなりました。管理職ゆえのストレス方、そしてフレデリカさんやギノさんからの茶化されるストレスでしょうか。ピーポ君の容器から出してたのはボリボリ噛んでましたが、あれ一応メンタル役らしいです。頑張れミカちゃん。この人事はおそらく外務省との密な連絡を取り、刑事課を統制するためのものでしょう。しかもミカちゃんはシビラの秘密を知ってますので、なおさらこの人事は妥当ですね。アカネちゃんよりシビラシステムに従順であろうとしているわけですから、シビラからしてみたらこれ以上ない管理職人事だったわけです。多分ミカちゃんが現場に出るのは本当に人員不足な時か、外務省と現場で連携する必要がある時くらいなもんでしょう。これはついぞミカちゃんのアクションシーンが見れなくなる可能性が高まってしまったということです。で、皆さんが求めているのはギノさんとの関係ですよね。うん、僕もです。この2人の
表情を見てくださいよ。久々に会った素直になれない男女っていうくらいの違和感のなさですね。うん、まあギノさんの方が上手みたいですけど、サイコパスで恋愛関係で言ったらシオンさん、弥生さんカップと青柳光月カップなくらいのもんでしたけども、この2人もいつかそこまで進展するんでしょうか。 SSKS1 でこれ以上ないバディとなりましたが、結局外務省に引き抜かれ、しかも断ることに茶化されながら連絡取り合ってるんでしょうね。そりゃフレデリカのこといけつかない女って言いますよね。一応ミカちゃんはオーディオリカ子という潜在犯に友達殺されてるんで、他の人より潜在犯を憎む気持ちがあると思いますが、ギノさんに対してはどうなんでしょうかね。ミカちゃんが来たシーンで鴻上さんにらみつけてたってとこから何かあったんかっていう話が出てるみたいですけど、鴻上さんも素通りでしたしね。まあミカちゃんから見れば元監視官とはいえ逃亡執行官なわけですよ。でしかもそれをいけつかない女が連れ帰ってきて首輪つけて使ってるっていう構図ですよ。まあ、特に何もなくても睨むわっていう感じです。うん、多分それ以上のことはないと思います。で、ギノさんが外務省に移ったのはおそらくアカネちゃんの一件があったからでしょう。彼らは種族こそ分かれましたけど、同じ敵を存在であることはおそらく変わってないです。いつかまたバディとして行動する日が来るんでしょうかね。まあそうなったら熱いな。はい、そしてみんな大好き情報分析の女神様シオンさん。今作で35歳になりました。いや、いくつになっても美しい。タバコに合うし、情報のスペシャリストだし、お茶目だし、可愛いし。弥生さんとどうなったんかは不明ですけども、まあどうなんですかね。はい、そしてお久しぶりですね、火星局長。パーマお似合いですね。どうやら1話冒頭ノイズまみれのラジオから察すると、アカネちゃんが拘留される原因となった事件で火星は殺されたっていうことになってるらしいです。で、次期局長として機体をちょっとイメチェンした姿が細ロギ、多分正解かなということらしいです。上州も音読みだったんで多分これ正解であってますね。にしても隠蔽ちょっと手抜きすぎじゃないですかね。鴻上さんでも火星局長って気づきそうなレベルですよこれ。で、あのラジオによると元監視官の犯罪係数は非公表だそうです。この監視官というのは間違いなくアカネちゃんでしょう。ただ非公表っていうのが気になりますよね。仮に真っ黒に落ちてしまったんだったらその場でドミネーターで執行されるはずですよね、青柳さんみたいに。だから生きてるはずないんですよ、真っ黒だったらば。それでも拘留されてるとはいえ生きている。で、しかもサイコパスは非公表ということは、おそらくアカネちゃんのサイコパスはクリアなままなんじゃないでしょうか。だからこそ非公表にして交流してるんですよ。というか非公表にせざるを得ないですよね。で、アカネちゃんがいる施設はおそらく西賀先生と同じ施設です。西賀先生は多分まだ生きてます。2期で刑事課にめっちゃ協力しましたからね。シビラも有用性があるとは思っているでしょう。鴻上さんやフレデリカが何らかの助言を求めにやってくることがあるかもしれません。というか多分あります。彼らは元西賀教室受講生という大事な共通点がありますので、鴻上さんにとってもアカネちゃんにとっても西賀先生は重要な人物です。アカネちゃんたちの役に立つような手助けをしてくれる可能性が一番高いのが西賀先生ですからね。何らかの作戦会議的なシーンがあるかもしれません。では最後にこの人ら年齢順に並べてみますね。まず最年長トドロキテンマさん55歳、で続いてシオンさんが35、32歳の入江さん、26歳の真央さん、25歳の日中川くんで、24歳にミカちゃん新田圭と。はい、監視官たちが最年少という結果でしたね。はい、まとめ。すいません、あの現行段階で予想以上長くなっちゃったんでね、ちょっと3つに分けます。にしても声優豪華すぎて、人件費だけで安価なアニメだったら制作できそうなぐらい金かかってますよこのアニメ。やばいです。しかもこれが映画じゃなくて毎週やってる普通のアニメなんだから、いやなおさらやばいですよね。次はラウンドロビン組と、まあ、プラスアルファいきます。語ることがなさそうに見えて実は結構あるんですよね。で最後に外務省組挙げますね。2話は考察軽めだったですけども、ちょっとキャラ編に時間かかってるんでね、ギリギリになるかもしれませんけれども、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。お相手はイムイムでした。失礼します。